元ン,ン中期にまわ、元伝ンンポタン認定のパンチェンラマ11世、天人元ン,ン、イエシェティンレイプンゾクペルサンポとなった、中国チベット自治区、ラリ県出身の青年である、パンチェンラマ10世と11世、クロード・マックス・ラット州が、1989年1月28日に、チベット自治区でパンチェンラマ10世が入弱した後に、ダライラマ十四世とチベット亡命政府は、 パンチェンラマ10世の転生霊道の探索を始め、1995年5月14日に、当時6歳であった、ニマ少年というチベット族の男児を、パンチェンラマ10世の転生霊道として認定をし、中華人民共和国に先駆けて発表した。しかしながら、中華人民共和国は、チベット亡命政府の転生者認定を承認せず、チベット亡命政府とは別に転生霊道を、 探索した、ダライラマ14世による審判チェンラマ認定布告後の3日後に、ニマ少年は、両親と共に失踪。当初、中国当局は、ニマ少年と両親の失踪との関わりを否定していたが、翌1996年5月28日に、中国政府は、ニマ少年を保護する目的で連行したことを認めた。中国政府は、ニマ少年は、 両親の要請に基づいて政府が保護している。二魔少年は分裂主義者によって連れ去られる恐れがあり、身の安全が脅かされていると保護の理由を説明している。連行から現在まで外国の報道機関や人権団体など第三者が二魔少年と面会することは中国政府に許されていないため、二魔少年の安否に関して確実な情報が出ていない。 現在のニマ少年とその家族の消息については、個人情報保護を理由に中国政府は公表していない。ニマ少年の写真は一枚しか残っていない。連行当時、人権団体の中にはニマ少年を世界最年少の政治犯と認定していた団体も存在する。2010年3月7日、中華人民共和国チベット自治区の主席ペマティンレイは記者会見で、 パンチェンラマ十一世、玄墳中期にまの資格を否定する中国政府の主張を繰り返すとともに、現在の玄墳中期にまは一般市民として生活しており、その兄弟は大学に進学したり就職していると述べた。これは、玄墳中期にまは仏教指導者ではないと主張する意だと返されている。なお、歴代のパンチェンラマが雑を務めてきたチベット自治区、4月世市のタシルンポジには、 現在は中華人民共和国によって認定された対立パンチェンラマ11世、ギエンツェン・ノルブが住んでいる。そのためパンチェンラマ11世が二人存在する問題が発生している。大々パンチェンラマはダライラマの転生者の認定に大きな影響力を持つ。現在のダライラマ14世は1949年から始まった中国人民解放軍によるチベット侵攻。 併合後、1959年に、インド北部へ亡命して、亡命政府を樹立している。彼は、チベット人の精神的指導者のみならず、政治的指導者としても多大な影響力を持っているが、このチベット問題における最重要人物の転生者を認定に、パンチェンラマ11世が大きな影響を及ぼす。ゆえに、ことは一宗教の構想の転生の話にとどまらない。 新パンチェンラマの存在は、中国政府にとっては中華、人民共和国チベット自治区における政治主導権を保持することにつながり、一方のダライラマ14世側にとっても重要となる、二人のパンチェンラマの存在には、チベット問題という政治的背景がある。ありがとうございます。